アメン。こんばんは、ハラリア。先週からですね、土曜日の夜はあのチャンネルをしております。今日で2回目になるでしょうかね。今日も天国のマヤ味を味わいに来ました。今日も真理を悟りに来ました。ですね、今日はチャンネルなので BSP がないのでちょっと寂しいんですが、BSP の方申し訳ありません。今日はですね、BSP ができません。申し訳ありません。そうですね、チャンネル放送をですね、また再開し始めた理由はですね、有料放送と無料放送っていうのがあるんですけど、その以前はですね、無料放送のやり方が分からなかったというだけの話なんですけど、やっと町会議の時に無料放送のやり方を教わって、やっとチャンネル放送ができるようになったみたいな、かなり、遅かったというか、そういうわけで、無料放送ができるようになったということで、はい。今日のタイトルはですね、以前にもしたことがあるんですね。以前にもしたことがあります。で、今日はですね、その声明文を読み上げるという、以前回はですね、そういう声明があったということの、あったということの放送でしたけど、今日はですね、その声明文を読み上げるということですね。で、前回ですね、もう本当に喜んでですね、まさに慰安婦問題の論議をね、決着したというふうに言いました。もちろん今でもそう思ってますよ。今でもですね、この専門家の歴史学者の、16団体、そして、それプラス外国の歴史学者が、外国の歴史学者がその日本の歴史学者を応援しているという、そういうですね、ことなんです。つまり日本の歴史学者プラス世界の歴史学者が、慰安婦問題の事実と、そして強制連行の事実をですね、表明しているということですね。表明している。ですからもうね、慰安婦のことでですね、論議するというか、あるかないかの論議とか、強制連行のあるかないかの論議とか、もうそういうことはもう論議する必要がないということですね。で、そのなぜ、慰安婦問題に、断るかということなんですけど、これは政治的問題として、話しているのではありません。政治的な問題と話しているのではなく、日本の救い、日本のリバイバルと関係があると思ってるんですね。なぜかというと、日本が、その悔い改めてイエス・キリストを信じるためには、日本の罪というものを認識しないと悔い改めできないんですね。一人の人がクリスチャンになるときには、その人の罪というものを認識して、そして悔い改めてその罪を許してもらうために、その罪を許してもらうためにイエス・キリストを信じるわけですね。十字架というのは罪を許すための、十字架というのは罪を許すための、なんて言うんでしょうかね、イエス様が許してくれたということが十字架なんですね。ですから、日本がイエス・キリストを信じるためには、
その日本の罪が許されるということの中で、じゃあ日本はどういう罪をしてきたかということで、神様がですね、まあ、日本の罪が分かりやすく、分かりやすく浮き彫りにしてくださったのが、その慰安婦問題とか南京大虐殺がですね、まあ、分かりやすいというか、罪が分かりやすいという、そういうことなんですね。罪が分かりやすいということですね。皆さんがそういうその慰安婦問題を単なる政治的な問題ではなくて、日本の救い、日本のリバイバル、日本の国の罪という、そういう観点で、見てほしいと思います。そういう、まあ、深い意味があるんだという、ね、深い意味があるんだということですね。またもう一つはですね、慰安婦問題というのはその全人類の問題でもあるということですね。全人類の問題、つまり、その人間の罪というものの浮き彫りでもある、男性が女性を犯すということにおいてですね、男性の罪を浮き彫りにしているわけです。これはまさにですね、人類の罪、男性の罪ということで、すごく深い意味があると思います。人間はですね、自分の罪は認めたくありません。誰でもそうですね。誰でも自分の罪は認めたくないです。でも認めなくてもですね、罪は、まあ、あるわけですね。それではですね、実際にどの声明文を読むかをちょっとですね、貼りますのでですね、まず、その声明文からちょっと貼りますので、皆さんこの自分で見ていただいて、声明文を貼ります。これがまずその声明文ですね。後でこれ読みますのでですね、一応皆さんこの、皆さん自身も見ていただけるといいですね。それからその外国のですね、歴史学者がその日本の歴史学者を、まあ、サポートするというか、外国の歴史学者がですね、支持する声明文がこれですね。そしてその歴史学者が、声明文を出したというニュースがこれですね。たくさんあって申し訳ありませんけど、これが日本の歴史学者16団体が慰安婦に対する声明文を出したという記事がこれですね。はい、それでは、皆さんいいですか。では、もう本当に私はですね、この声明文を読みたくて、いつ読んだらいいかと考えておりましたけど、まあ、チャンネルで読むというところにちょっとね、意味があるんではないかなと、チャンネルで読むところに意味があるんじゃないかなと考えております。それではですね、読みたいと思いますね。早速読みたいと思います。はい、早速読みたいですね。はい、行きます。慰安婦問題に関する日本の歴史学会歴史教育者団体の声明、朝日新聞による2014年8月の記事取り消しを契機とし、日本軍慰安婦強制連行の事実が根拠を失ったかのような言動が一部の政治家やメディアの間に見られる。
我々日本の歴史学会、歴史教育者団体は、こうした不当な見解に対して、以下の3つの問題を指摘する。第一に、日本軍が慰安婦の強制連行に関与したことを認めた日本政府の見解表明、河野談話は、当該記事やその元となった吉田誠二による証言を根拠になされたものではない。したがって記事の取り消しによって河野談話の根拠が崩れたことにはならない。強制連行された慰安婦の存在は、これまでに多くの資料と研究によって実証されてきた。強制連行は単に強引に連れ去る事例、インドネシア、スマラン、中国、山西省で確認、朝鮮半島にも多くの証言が存在に限定されるべきではなく、本人の意思に反した連行の事例、朝鮮半島をはじめ広域で確認も含めたものと理解されるべきである。第二に、慰安婦とされた女性は性奴隷として筆舌に尽くしがたい暴力を受けた。近年の歴史研究は、動員過程の強制性のみならず、動員された女性たちが人権を蹂躙された性奴隷の状態に置かれていたことを明らかにしている。さらに、慰安婦制度と日常的な植民地支配、差別構造との連関も指摘されている。たとえ性売買の契約があったとしても、その背後には不平等で不公正な構造が存在したのであり、かかる政治的社会的背景を写像することは、問題の全体像から目を向けることに他ならない。第三に、一部マスメディアによる誤報をことさらに強調した報道によって、慰安婦問題と関わる大学教員とその所属機関に辞職や講義の中止を求める脅迫などの不当な攻撃が及んでいる。これは学問の自由に対する侵害であり、断じて認めるわけにはいかない。日本軍慰安婦問題に関し、事実から目をそらす無責任な態度を一部の政治家やメディアが取り続けるならば、それは日本が人権を尊重しないことを国際的に発信するに等しい。またこうした態度が過酷な被害に遭った日本軍性奴隷制度の被害者の尊厳をさらに蹂躙することになる。今求められているのは、河野談話にもある歴史研究教育を通して、かかる問題を記憶に留め、過ちを繰り返さない姿勢である。当該政治家やメディアに対し、過去の加害の事実およびその被害者と真摯に向き合うことを改めて求める。2015年5月25日、歴史学関係16団体がね、全部名前書かれてますね。はい、今読みましたけども、とてもね、こうはっきりとその声明していますね。その
研究者たちに対するこの不当な攻撃もあるんだそうですね。これは学問の自由に対する侵害ですね。はい、いかがだったでしょうか。声明文ちょっと読みましたけれども、ちょっと難しい感じがあったかもしれませんが、ぜひ皆さんご自身でね、ちょっともう一度貼りますのでね、後でご自身でそのもう一度読んでいただけると嬉しいですね。とても大事な、声明文ですね。とても大事な声明文ですので、ぜひ、歴史の専門家の団体ですね、歴史の専門家の団体が、はっきりと声明文、声明文を出していますね。はい、それではですね、それでは、はい、一応今日はですね、その声明文を読むという、ことだけなので、それで、終わっちゃったんですけど、いかがだったでしょうかね。これはとても大事なことではないかなと思うんですね。コメントが来てますね。ちょっと読みましょうね。Qちゃんの放送を見て、日本人は慰安婦の方々、韓国の方々に心から謝罪する必要があると感じました。パク大統領はこんな懸念を表明しています。被害に遭った方々は存在しないという日本政府や日本国民の生命は、罪を手で握りつぶすことと同じだ。そのようなことをすれば世界は黙っていないだろう。私たちは日本に期待している。日本人は早く心から謝罪を世界に発信しなければならないと思います。皆さん、私が言いたいのはですね、反日でも、ね、ないし、日本を責めているのではありません。私が言いたいのは、日本人として、ね、日本が、ね、正しくなってほしい。日本がですね、その、世界がこのように、ね、歴史学者が言ってるようなことを受け入れてほしいということですね。歴史学者が、そういう歴史があったんだと言ってるならば、その真摯にこの、歴史学者のね、歴史的な見解を受け入れるべきではないかということですね。私たちは、その騙されてはいけないんですね。騙されてはいけません。嘘を信じてはいけないんですね。嘘を信じてはいけません。私たちは真実を知るべきです。真実を知って、日本がですね、犯した罪というものをはっきりと認識して、悔い改めて、イエス・キリストを信じる必要があるんだということですね。それは、日本の将来のためにはそこを通らなければダメだということですね。日本がその世界から認められるためには、日本の罪というものを、ね、認識する必要があるんだということ。私は日本を愛するがゆえに、日本が世界に愛され、神様に愛されるために、この皆さんに、訴えているわけですね。訴えているわけですね。はい、
ですからぜひ皆さん、理解していただき、この歴史学者の、ね、日本の歴史学者、世界の歴史学者、ほとんどの歴史学者がそう表明しているわけですから、なぜそれを否定することができるでしょうか。誰も否定できませんね。誰も否定できませんね。ぜひ皆さん、この歴史学者の勇気ある表明、それを真摯に受け取って、私たちは、世界と同じ歴史認識、ね、世界と同じ、そしてまた歴史学者と同じ認識を持つべきだということですね。はい、皆さん、騙されてはいけませんね。騙されてはいけません。無知になってはいけませんね。無知になってはいけません。学術的に、その歴史を研究してきた16団体の、学会の意見を聞くべきですね。歴史学者の団体の意見を聞くべきです。はい、今日は、この声明文を読みたかったんですね。読みたかったんですね。はい、それではですね、日本が、ね、この歴史学者の団体の16団体の声明文を、受け入れる都の上ですね、歴史学者の、慰安婦問題の認識をですね、受け入れる都の上を吹きますので、皆さんもその、歴史学者たちの意見を聞き入れてくださいね。歴史学者の意見を聞き入れてください。アメン、アメン。良識ある人たちが、資料深い人たちが、この歴史学者の、認識を受け入れてほしいと思います。多くのその資料深い人たちは、この歴史学者の意見を受け入れると思います。良識ある人たちは、この学者たちの意見を聞き入れると思います。ぜひ皆さん、専門家の意見を受け入れましょう、ね、専門家の意見を聞き入れるんですね。アメン、アメン。それじゃあですね、明石タイム行きましょうね。明石タイム、イエス様を信じて、ね、イエス様を信じて、この歴史学者の団体が表明したように、慰安婦問題は、事実上あって、強制連行があったということが目から鱗で分かった証、目から鱗で分かった証、スタート、スタート。目から鱗、目から鱗が落ちて分かった証、スタート。神様が日本の罪を明らかにしてくれたと思いました。アメン。韓国の人々に心から謝罪したいです。慰安婦を認めない安倍首相は辞めるべきだと思う。今日の放送でキューちゃんに謝罪したいと思った。アメン。これは言い訳できない声明だと思いました。
安倍首相は早く謝罪してほしい。天皇はアジアに謝罪すべきだと思う。歴史史修正主義の安倍首相は間違ってると分かった。苦しいことが苦しくなくなりました。イエス様を知ったら親孝行ができた。日本の歴史認識は間違ってると分かった。戦争の被害者が救われますように。天皇崇拝していた自分が恥ずかしい。慰安婦が学問的に証明されて大変なことだと思った。南京大虐殺を心から悔い改めようと思った。キリスト教の歌ばかりを買うようになった。アメン。慰安婦は嘘ついてると思っていたけど 120% 真実だった。キリストしか見えなくなった。キリストしか見えなくなった。キューバ屈指の油そぎにアメン。16団体から言ってるのは真実だと思った。韓国の皆さん、ごめんなさい。慰安婦問題は同じ日本人として恥ずかしいと思った。以前は武田信者、今はキリスト信者。イエス・キリストにできないことはないと知った。キューちゃんのおかげで真実が分かったよ、ありがとう。真実が分かったよ、ありがとう。以前は謝りたくなかった。しかし勇気を持って謝ろう。勇気を持って謝ろう。日本は謝罪して大リバイバルを待とう。日本は謝罪して大リバイバルを待とう。ガチで大リバイバルが来ると思った。ガチで大リバイバルが来ると思った。
以前はお風呂に入らない人生、今は清潔人生。罪を知り、日本人であることが恥ずかしくなった。正しいことを教えてくれるこの放送。ケちゃんの勇気ある発言が天が震えています。今夜も放送を通して油注ぎを受けています。日本が天皇の洗脳から解放されますように。キューちゃんのおかげで本当のことが分かった。この放送を NHK でやってほしいと思いました。イエス様の愛が全てを救うとした。この放送を見ててよかったです。私たちの日ごとの糧を今日も与えてください。キューちゃん、俺が間違ってたよ。キューちゃん、俺が間違ってたよ。ここで日本で一番大切な放送です。ここは日本で一番大切な放送です。旧の歴史認識は正しいと分かった。なんだか優しくなれた気分だ。神の力で天皇崇拝やめれました。キューちゃんはニコダマルの両親だと思います。悔い改めて日本が祝福されますように。この放送のおかげでアル中が治った。親に働けと言われる毎日、もう許します。イエス様、僕をこの世に生きさせてくれてありがとう。以前はこそこそ不貧困、今は堂々と生きる。イエス様のために生きると決めた。イエス様のために生きると決めた。
十字架見せてください、十字架見せてください。自分の右翼的に歴史認識を悔い改めたい。以前は天皇を信じていた、深く反省し神様を信じる。アメン、アメン。憲法9条は世界の宝です。憲法9条は世界の宝です。AKB より LTL だと分かった。AKB より LTL だと分かった。日本が軍国化してるのは悲しいと思った。肉欲的なものを遠ざけたいです。肉欲的なものを遠ざけたい。肉欲的なものを遠ざけたい。AKB は偶像崇拝だと分かりました。日本の右傾化を信仰で食い止めます。日本の右傾化を信仰で食い止めます。右翼漫画に洗脳された日本は悲しい。右翼漫画に洗脳された日本は悲しい。この世は欲で満ちていると感じてます。この世は欲で満ちていると感じます。日本の罪深さがよくわかりました。日本の罪深さがよくわかりました。この放送は価値はないと思っていたけど、素晴らしい放送だ。信じられる学校は天国大学だけだ。信じられる学校は天国大学だけだ。日本はもっと清くならなければならないと思います。日本はもっと清くならなければならないと思います。イエス様の愛が世界を救ってくれると思いました。イエス様の愛が世界を救ってくれると思いました。アメン、アメン。妻に4年間 DV された、よっしゃ許します。妻に4年間 DV された、よっしゃ許します。傲慢でした、悔い改めたぜ。傲慢でした、悔い改めたぜ。性欲より信仰を大切にしたい。性欲より信仰を大切にしたい。不健康だったが、この放送で眼球の白さが戻った。アメン。未信者の人たちがサタンに騙されていることに気づきました。妻を殴り続けた自分を許しました。世界中にこの放送が伝道されるように願います。この世はサタンの声であふれかえっていたんですね。この世はサタンの声であふれかえっていた。悔い改めて神様の祝福と恵みを受けたい。悔い改めて
神様の祝福と恵みを受けたい。どんなに隠そうとしても神様の前では丸裸だと思った。証しコメントを探すうちに視力が良くなった。リスナーの皆様が今こそ信仰に目覚めますように、もっとクリスチャンが増えてほしいと思った。2年間この放送を見た僕も視力は良くなった。真実を知れば謝るしかないんだと思う。大手生主もみんな伝道放送すべきだと思いました。アメン。天国大学で信仰コメを打つ喜びに気づきました。この世は地獄、ここは天国や。この世は地獄、ここは天国や。イエス様は人としてこの世に生まれたのです。1位はイエス様です。1位はイエス様です。進学校に行ってる友達にこの放送を勧めました。間違いない本物だ。間違いない本物だ。イエス、イエスの愛が世界を救う。イエスの愛が世界を救う。キューちゃんみたいな人がもっと増えれば日本は楽しくなる。信仰で霊的に熱く燃えています。信仰で霊的に熱く燃えています。アメン、アメン。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。アメン。歴史学者とキューちゃんに感謝します。歴史学者とQ
キューちゃんに感謝します。アメン。妻にこの放送を見るなと言われた。絶対見続ける。アメン。アメン。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではですね、それでは、コメントが来てるかな。はい、コメントが来てますね。はい、ですね、ファイナルメッセージいきますね。ファイナルメッセージです。私はですね、専門家のね、専門家の歴史学者が、16団体が慰安婦問題を認めたわけですよね。これもう一回貼りましょうかね。これかな。ということはですね、非常に、学術的で、学術的でですね、そして何でしょうか、客観的なわけですよね。で、もしその議論の中でね、本当に真理を求めてたら、しっかりとそれをやっぱり受け止めるべきじゃないでしょうか。議論でね、本当かどうでかなんかどうでもいいという感情論だったらね、こういう客観的な情報が来た時にむしろ嫌がるわけですよ。皆さんわかります？もし感情的な議論だったら、むしろこういう事実は嫌がるわけです。ところがもし、本当に真実に基づく議論というか、事実を知りたいと思う人だったらば、このような客観的な声明をむしろ、本当なんだろうかと、本当なんだろうかと関心を持ってね、その読んだり調べたりするんではないでしょうか。でも、このような声明文がね、このような声明文が出されたにもかかわらず、日本政府がですね、それを聞く耳がないということは、それはやっぱり感情論だったということになるんではないでしょうか。感情論で議論されては困ります。感情論はむしろ事実を嫌がります、ね、もし本当に、事実を知って議論したい人は、このような専門家の声明文をですね、しっかりと受け止めるのではないでしょうか。ぜひ皆さん、多くのこの日韓問題が感情論だということがわかりますね。日韓問題の議論が感情論、それは全く、おかしいことですね。おかしいこと、感情論で議論することは良くないですね。そうではなく、事実に基づいた、ね、事実に基づいた議論をするべきではないでしょうか。この歴史 学会または世界の歴史の学者がですね、認めている事実をなぜ受け取らないのか。それは事実を求めてないからですね。事実を求めてない人はそのようなことを、受け入れないんだと思います。それは単なる感情論ですね。感情論です。ぜひ皆さん、
本当に、真実に基づく議論ならば、ね、このような専門家の声明文を受け取るべきではないでしょうか、ね、はい、私はそういうふうに感じました、ね、安倍首相がこの声明文に反応しないのはやはり事実に基づく議論ではなく感情論に過ぎないということですね。感情論に過ぎないということが、分かると思います。はい、私たちは真実に基づく考え方をしなければなりません。真実に基づく考え方をするべきです。私たちは、その悪魔に騙されてはいけません。悪魔に騙されてはいけません。思慮深くならなければなりませんね。はい、それではファイナルメッセージいきましょうね。ファイナルメッセージですね。ファイナルメッセージいきましょう。はい、ファイナルメッセージ、はい、ファイナルメッセージですね。それではですね、日本のですね、日本のこれから日本がどうなるかもちろん分かりませんが、神様は日本にリバイバルを起こそうとしています。この日本のリバイバルが、ね、この慰安婦問題と関係があるかどうかはもちろん断言はできません。しかし日本の罪を悔い改めていくというそのことがこの日本の罪というものを悔い改めなければ、日本のリバイバルが来ないのではないでしょうか。ぜひ皆さん、その日本のリバイバルのために、日本のリバイバルのために、この神様はこの慰安婦問題と南京大虐殺の問題を、この示しているのではないでしょうか。そして日本の戦争が天皇崇拝や靖国参拝などの偶像崇拝によって起こされた戦争、偶像崇拝によって起こされた戦争なんだということの中で、サタンがそのような、人種差別とそれから女性蔑視と、そして、とんでもない侵略戦争を起こしたと、そのように考えます。それでその偶像崇拝っていうのは悪魔崇拝だということですね。皆さんがその悪魔崇拝、悪魔崇拝が、ね、結局偶像崇拝は悪魔崇拝なんだということですね。偶像崇拝は悪魔崇拝だということですね。ぜひそれを理解してほしいと思いますね。MR さんの偽物が出てるそうですね。この未来日記キャスというコメントの方、これは偽物だそうですね。偽物だそうです。はい、それではですね、大体もう終わりになってきました。明日は朝10時半から礼拝ライブがあります。明日もですね、洗礼式を予定してますね。明日も洗礼式を予定しています。ぜひ皆さん明日礼拝ライブ来てください。
恋愛ライブは、コミの方の朝10時半からですね。で今日はですね、多分10時から、高尾さんのリレーが10時からあります、パルさんもリレーしますと書いてありますけど、これパルさんかどうかちょっとわからないですね。わからないです、10時から、10時からですね、高尾さんのリレーがある予定ですね。はい、それでは招きをしましょうね。招き、今日の放送を聞いて、歴史学者の真実を見て、歴史学者の生命文明感ありますね。歴史学者のその生命文を見て、ね、イエス様を信じて、イエス様を信じて、日本のリバイバルのために、日本の罪の許しのために、ね、イエス様を信じようと思う方、アメンと言ってください。イエス様を信じようと思う方、アメン。イエス様を信じようと思う方、アメン。アメン。イエス様を信じようと。パウロさんがですね、9時からリレーするそうですね。じゃあ、パウロさんが9時から、ね。そして、高尾さんが 10時からというね。パウロさんが9時から。高尾さんが10時からということで、ダブルリレー、ダブルリレーということですね。はい、ダブルリレー、お願いしますね。はい、それではですね、アメンといった方々、角笛でちょっと祈りましょうね。はい、角笛吹きます。天皇様を感謝します。日本がその歴史学者の生命文の、歴史的、事実の生命文、この生命文を日本政府が受け入れ、日本人、全員が受け入れ、日本の罪を認識することができますように、そして、韓国に、中国に、世界にその罪を謝罪し、そして何よりもイエス様にその罪を謝罪して、日本がそのイエス様によって罪が許される日本となりますように、イエス様によって罪が許される日本となり、新しい日本となり、日本が、その神様の祝福を受ける日本となりますように、神様を受け入れる日本となりますように、イエス様、どうぞ、どうぞ、イエス様、日本を救ってください。日本を救ってください。日本の罪を許してください。日本の罪を許してください。日本が、その、イエスキリストにあって、正しくなりますように。正しくなりますように。クリスチャンの国となって、その日本が偶像崇拝の国ではなく、へりくだって謙遜になり、へりくだって謙遜になり、正しい国となりますように、日本を変えてください。日本の罪を取って、日本が、良い国となりますように、イエス様の御名によってお祈りします。アメン、アメン、アーメン。皆さんありがとうございました。じゃあ明日ね、礼拝お会いしましょう。シャローン。シャローン。シャローン。アメン。おやすみなさい。おやすみなさい。シャローン。シャローン。